ちょっと今走り終えたんですけどこんな感じになってますああちょっとボンバーしてますねおはようございます今日はえっ、ー、と新しい気づきをしたのでお話しさせてもらいたいと思いますこれは絶対に有益になると思われますこの優先順位この嫌なこれ,これを嫌だと思う優先順位が高い人は役立つと思います自分はすごくこれが嫌だから えやってるとこれを一とね結論水回しという手法をお教えします気になりましたか <laughs> それとも何であっさりふざけんなピッて切った切ろうとした人止まった人いますか水回しをするといいですよそれは俺が嫌なことというのはむくみだったりだとか 体調がなんかおかしいような膨慢感であったりだとかなんか体の中に不純物があるような感覚が嫌なんですよでここと,ことの経緯を簡単にお話しするとおととい大食いやりましたその次の日は大丈夫だったんですその次の次の日の昨日の夕方ぐらいからそれを感じ始めましたやばいこの不純物がある感覚 早く出したいウォーキングとりあえず10キロやり行きましたよし大丈夫だちょっとご飯食べて寝ようと思ってご飯食べましたえー、うんとジャスミンティー飲みましたはっまた来てる何これもうやる手だてないじゃん寝よっかなでもこの感覚嫌だからえーもう1個もうやったれ俺はいつもやらないことだけど夜の水回しですよ えー、それをする。水回しっていうのは簡単に言うと、水抜きあるじゃないですか。それの、回すバージョンです。よくぐるぐるっていう風に言ってるじゃないですか。新しい水を入れ込んで、古い水を出す。それを水回しと呼んでます。ぐるーんってやってる感じですね。で、昨日は、えー、結論言っちゃうと、あ、結論ばっかり言ってなんかめんどくさいな、俺。えっと、お風呂、45分入りました。その中で、えー、 3リットルぐらいの水が抜けました。その、そ,その時に、えー、2リットルぐらい水飲んでました。うん。だから、えっ、ー、と、入ってから出てまで、出てから1キロぐらい下がってたんだけど、それでまた水飲んで、えー、の、まあ、寝ると。いう感じで、その感覚、うんと、朝大丈夫かなと思ったけど、すごい大丈夫な感覚だ,感覚だったの。その、夜の水回しをやらなかったら、絶対に、 嫌な感覚で朝起きる状態だったの。だから、夜に初めてやってみたんだけど、水回しをしたら、えー、なんだ、良くなったの。多分これは、多分っていうか絶対時間が経てば、これは元に戻る。でも、この嫌な気持ちを長い期間享受したくないから、それを、時間を短くしちゃうの。嫌な時間を。そうするためのコーヒーができました。水回しです。えー、 もう一度最後に言うと、もうこれ理解していただけましたでしょうか。いっぱい水飲みます。新しい水入れまくります。そして汗でダラダラ。で、そ,あそのね、水回し、水抜きをしている状態の時、すっごい辛いんですよ。ふーってやってんの。 で、その我慢してて、そんな辛いのや、やる必要ないじゃん、やる必要ないじゃんっていうか、そんなにまでしなきゃいけないのって思うかもしれないじゃないですか。そこは考え方、それだけ言っておきたくて話してるんですけど、鍛える、鍛えられるんです。ああこの、あぁ、辛い。ああもう出たい。汗が出てるときこそが辛い。うわぁ、くそ、出る。じゃない。出たらまた入る。足、足湯にする。そしてまた入る。ああまた足湯にして、出たら、あーもう出たい。えー、あ足湯にするみたいな感じでずっとやってんの。 それを45分って感じで、ずっとこういうふうにここにあるわけじゃないですよ。それを45分やってたら、水回し完了授けますむくんで嫌な状態。それは時間が来れば治るかもしれないけど、もっと早く治したいでしょっていう話で、それをするためには水回しをすると。水回しという概念、初めてですね。<laughs> はい。わかりやすいようにこのネーミングをつけました。では、ごきげんよう。